南千住駅。南千住駅は、東京都荒川区南千住4丁目にある、東日本旅客鉄道、JR 東日本、東京地下鉄、東京メトロ、首都圏新都市鉄道の駅である。荒川区最東端の駅、JR 東日本の常磐線、東京メトロの日比谷線、首都圏新都市鉄道のつくばエクスプレスの3社の路線の駅がそれぞれあり、接続駅となっている。 JR 東日本の駅には JJ04、東京メトロの駅には H20、つくばエクスプレスの駅には04の駅番号が付与されている。JR の駅には常磐線快速電車及び中距離電車のみが停車し、東京メトロ千代田線に直通している常磐線各駅停車は当駅を経由しない。常磐線各駅停車のみが停車するあやせ。 亀有方面へ向かう場合には、北隣の北千住駅で各駅停車に乗り換えが可能である。かつては中距離電車の当駅停車は日中のみだったが、2004年3月13日のダイヤ改正で終日停車するようになった。かつて設定されていた通勤快速や2005年7月9日より設定された特別快速は当駅を通過する。 また JR の駅は特定特殊内制度における東京都区内に属している。JR の駅からは貨物駅である日本貨物鉄道 JR 貨物隅田川駅へと通じる常磐線支線、隅田川貨物線が分岐しており貨物列車のみが使用する。つくばエクスプレスの工事のため使用を休止していた時期があり、その後改築されて使用が再開された。 天皇が茨城県方面での公務があり、筑波エクスプレスに乗車する場合は、起点である秋葉原駅ではなく、当駅を利用する場合がある。過去に2回運行された。3社の駅は、それぞれ別々の建物であるため、各線相互の乗り換えの際には、改札を出て、道路を渡る必要がある。JR 東日本の駅舎は、筑波エクスプレスの建設工事に伴い2005年に、 建て替えられ、バリアフリー対応となった。また、東京メトロの駅舎も同年バリアフリー対応と、うち、外装の改修を目的としてルーアルされている。なお、つくばエクスプレスの駅舎は、当初から、バリアフリー対応がなされている。島式ホーム1面2線を有する高架駅で、ホームは2階にある。出口は、南側の1カ所のみで、日比谷線の駅の北口に近い。 地元住民から北口の設置の要望があるが、JR 東日本は出口を増設するほどに利用者が達していないとして、自らが出資するには難色を示し、地元荒川区が開設費用を負担するか、利用者が社内基準に達すれば、設置を検討するとしている。JR 東日本ステーションサービスによる業務委託駅で指定席券売機、 自動改札機が設置されている。2011年8月31日までは、緑の窓口が設置されていた。2015年3月1日より、始発から午前7時までの早朝の時間帯は、遠隔対応、インターホン対応は新松戸駅が行うのため、改札係員は、不在となり、一部の自動券売機のみが稼働する。改札外に気をつくニューデイズが、 ホーム上に待合室がある。カーブ上にホームが設けられているため、乗り降りの際は足元に注意する必要がある。出店、JR 東日本、駅構内図、相対式ホーム2面2線を有する高架駅。ホームは3階。出口は、美濃和駅より、南口と北千住駅より、北口の2カ所で、北口が JR の駅入り口に近い。 エレベーターは北口側に設置されている。ただし、改札外から2番線、北千住方面ホームへ、エレベーターで行く場合は、2階でエレベーターを乗り継ぐ必要がある。駅北側に千住建築が近接しており、ラッシュ時を中心に当駅四十儀列車が設定されている。また、当駅で乗務員の交代が行われることがある。当駅は北千住駅。 勤とむ関区南千住地域として近隣の駅を管理している。相対式ホーム2面2線を有する地下駅。ホームドアシステムなどの安全設備が導入されている。1階地上部、JR 常磐線の高架下で、駅舎の反対側にコンコースがあり、ホームは地下2階にある。出入口と改札は1カ所。開業当初は改札横に売店があったが、その後閉店し、 自動販売機が設置された。改作工法で設置された駅であり、工事の際は設置位置の上にある、常磐線南千住駅全体を仮線に移す工事が行われた。JR 東日本、東京メトロ、首都圏新都市鉄道のいずれも南千住駅の名称を用いるが、当時の低都高速度交通営団、営団地下鉄日比谷線開業に際して、日本国有鉄道、 国鉄との連絡業務を行わなかったため、長らく同じ駅名でも乗り換え駅として案内されないという状態になっていた。つくばエクスプレスでは、開業前には JR 東京メトロへの乗り換えが可能な案内を行っていたが、隣の北千住駅での乗り換えの方が市弁であることや、同船と JR 東京メトロとの定期券での連絡運用を設定していなかったことから、開業後も、 連絡運輸については従前のままである。ただし、3社ともに乗り換えの車内アナウンスは流れている。なお、2010年3月13日より JR 東日本とつくばエクスプレスとの間で定期券に限り当たり駅での連絡運輸を開始している。2016年度の3社の合計乗降人員は約7万人である。東京23区内で3社が連絡する。 乗り換え駅としては最も少ない値であるが、駅周辺の開発により、近年は増加傾向が続いている。近年の1日平均乗降人員は、下表の通りである。東京メトロのみ。各年度の1日平均乗車人員は、下表の通りである。各社の1日平均乗車人員の推移は、下表の通りである。 旧日光街道、国道4号が当駅の西側を通っている。また、隅田川が近く江戸四宿として栄えた千住宿は、当駅の付近と北千住駅の付近を総称して指しており、この辺りは小千住、千住南組と言っていた。また、江戸時代の形状である小塚原形状、橋本さないや、ネズミ小僧、ジロ吉などの墓のある江工院は当駅の近くにある。 JR 駅に隣接して、荒川区立南千住第二中学校がある。その他、東京都立産業技術高等専門学校荒川キャンパス及び、東京都立荒川工業高等学校の最寄り駅でもある。JR 貨物の隅田川駅、日比谷線の車両基地である、千住県尺も当駅の東側にある。また、日比谷線の駅南東部には、都営バス南千住営業所があり、 同営業所は、都電南千住電車営業所の跡地となる。2008年6月下旬には、JR 駅舎前東側に、マクドナルドや三徳が入居する、平屋建ての商業施設がオープンした。このほか、東口側の複合商業施設としては、ビビ南千住、リブリ形成を各テナントとするララテラス南千住、23区発のロイヤルホームセンターが立地する。 松尾芭蕉が1689年、千住の地から奥の細道の旅に出発したことにちなみ、駅前広場に銅像が建立されている。都営バス、荒川区、コミュニティバス、塩入桜、京成バス北、千住線が停車する。一部系統は、南千住駅入口、南千住車庫バス停から約200メートル南も利用可能。都営バスが停車する。 都営バスと荒川区コミュニティバス、潮入り桜と桜が停車する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。